こんばんは、本日もすごく遅くなってしまったんですけど、本当にチロッとやってやろうかなと思ってやります。本当にちょっとになっちゃうけど、もうすぐそんな長くはできないんですけど、ちょっと喋ります、やるって言ったんでということで、今日は何曜日だったんっけ、水曜日だったんですけど、皆さんどう過ごされましたか？여러분들오늘수요일이었는데여러분들재밌게지내셨나요？저는행복하게지내셨습니다。여러분はい、ということで、ちょっともう本当ちょっとだけしかやれないんだけど、昨日映画について喋って、一昨日音楽について喋ったので、今日は最近読んだ本について喋ろうかなと思います。ネタがちょっと安直すぎ。いいかな。いや、本当に、なかなかそういうのを見るのが好きなので、読んだり見たり、せっかくだから、ね、紹介しようと思って、じゃあ、喋ります。今日、皆さんに紹介する本は何冊喋ろうかな、これでしょ、あともう一個 OKOK じゃあ3冊喋ろうと思います。1冊目はドン、心の底を覗いたらっていう本なんですけど、まあまずこれはどういう本かっていうと、本当にシンプルに喋ると、精神科のお医者さんがであって、作家さんである方がすごくシンプルに人間の心のなんていうの、真実っていうか、その何に、何で出会ったかっていうと、私よくツイッターとかで本を紹介してるツイートとかすごいよく見るんですけど、それであ面白そうって思ったものは基本買うようにしてて、最近これを読み終えたんですけど、どういう本だったかって、これいつの本なんだろう、これいつなんだろう、1992年、生まれてないわ、それぐらいにできた本みたいです。でもやっぱり人間ってものは根本は人間ですから、やっぱりどんなにね、いろんなそのものが変わっても、人のなんていうの、心の底は変わらないもので、めちゃくちゃ参考になった本でした。でどういうことだったっけ、ちょっと待って、目次見ながら喋ろう。どういう内容だったっけな、そうだから、その人間の基本的なそういう心理とかそういうことが書いてあるのはもちろんなんですけど、もともと本来人間は本当は心の底に眠ってるのはこういうことよみたいなことを結構書いてあって、でそれで私があっみたいな、すごく嬉しかったのは、その人の心の底っていうのは海みたいなものだっていうふうに書いてあるんですけど、海ってもうどんどんどんでも掘ってもじゃない、こうさ、こうなんていうの、突き詰めていってもなんか遠いじゃないですか、とにかくそこがなかなか見えなくて、でどん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 深くなるについて
そこをなんていうかな、水上から見た時はすごく鮮やかな青とか綺麗だったとしても、どんどん深くなるにつれて色がどんどんダークになっていくじゃないですか。そこが見えないから、あ、どっちだっけな、なんかそうやってちょっと記憶が曖昧なんですけど、そういうものだと心もっていうので、その海と心を比喩されて例えてあるんですけど、でもなんかそういうものを追求、海を研究している人がいるように、心の底、自分の心の専門家になれるよっていうことも書いてあったりして、ああなるほどなと思って、うん、それはなんかすごい楽しいなと思って、その章は読んでましたね。でこんなこと喋ってたらどんどんインスタ見る人減っちゃうよ、もういっか。でそれこそ無意識の世界とか、無意識の中にある人間のその思ってることとか、まあよく言われてみればな、確かにそうだよなと思って、あんま言い過ぎないやめとこそう、まあとにかくなんかそのもしかすると人によってはすごく重くなっちゃうかもしれないんですけど、すごい向き合うから、まあ向き合わずに読むこともできるかもしれないですけど、自分の心と、なんかそういうのが好きな人にはおすすめです。うん、そう、ちょっとねしんどい人にしんどいかもしれないけど、私はそういうのが趣味なんで、うん、趣味っていうか癖なので、うん、心の底を覗いたらっていう本を紹介します。次、ダルダン、ちょっと待って、コメントも、いや、とにかくね、日本語が少ないんですよね。海外の方しか読んでないから意味ないかもしれないですよね、日本語の本紹介したところで。あ、でも次はちょっとインターナショナルですよ。いや、発表します。ドルルルって反応しない生き方、反応しない練習っていう本なんですけど、あのシンプル、私もこれも 2,3 年前に読んだ本なんで、あんま記憶にないんですけど、内容自体は。でもその、あ、2年前に読んだんですよ、韓国で。でも本当にしんどかったすぎにこのブッダの本に助けられて、実は私クリスチャンなんですけど、クリスチャンだけどまた別の教えというか、そういうのにすごい救われて、もうずっとこれ読んで、一人でこうまた復活させましたね、心を。まあなんでこれを読むきっかけになるかなったかって言うと、やっぱその反応ってしちゃうじゃないですか。例えば、あの人って今こういうふうに思ったのかなとか、あ、この人は今こういうこと考えてるのかなとか、あと、あ、今の言葉どういう意味で私にできたんだとか、は絶対事実じゃないっていうか、その人の個人の中で作ってるそのそれであって、実際には違うかもしれない。だからとにかくそこと自分の想像とその現実で切り離してっていうことなんですよね、シンプルに言うと。確か、いや、とにかくその世の中に立ち向かっていく中で反応しないように、そういうどうやったら反応しなくなるかというか、その反応しなくなる自分を作る、なんていうのかな、ノウハウみたいなのが書いてあった気がするんですよね。でもめちゃくちゃ私参考になって、あ、なるほどと思って。反応しない練習って読んだ方いるかな。チェソンやよ、チェが、チェチェゲデソ、チェがソゲルルハゴイヌンデ、일본분이거의없네요、한국분근데막외국분들이많은데죄송해요누구한테이거설명을하고있는지아진짜모르겠네그래도저는책이좋아해가지고아무튼
イギルルねえ、吐けよ。でもやっぱその結局この本にしても、あ、すいません、それはまあいい、今言うと、この本にしても心のことじゃないですか。反応しない練習も心のことなんですけど、どんなお仕事をしていても、あの、どういう生き方をしていても、あの、必ず必要なものなんじゃないかなと思うので。でも別にそういうのが必要じゃない人いるかも、じゃない人必要じゃないかも。頭の中すっごい考えちゃうタイプですよね、多分同じ方いらっしゃると思うんですけど。なのでそういう本を読みましたね。日本の方いるのかな。じゃあちょっともう1時になっちゃうので、次最後の本を紹介します。最後の本は英語に訳されてますよ。じゃあ最後の本は、ドルルルン、なんだっけな、ちょっと待ってください、なんだっけな、最後の本は秘すれば花、あ、え、待って、あ、合ってるかな、あ、うん、秘すれば花っていう本です。この本は今本当先週ぐらいに読み終えたんですけど、なんていうの、世阿弥っているじゃないですか、室町時代の、あ、観阿弥か、観阿弥の教えを、観阿弥って何でしたっけ、あ、ちょっと待って、あの、能のその芸の昔の芸ですよ、その観阿弥パパの観阿弥が書いた本が秘すれば花っていう本なんですけど、それをの現代語訳っていうか口語訳っていうのかな、された方がこの間読んで、なんかそのこういうお仕事してるからちょっとこのタイミングで読んでおこうと思って読んだんですよね、すれば花。いや、そうだなと思って、なんかでもどういうこと、どういう本かっていうと、まあ、まずそのなんですけど、花であるから、それにぶれず自分の芸を極めるべきみたいなんで、で何十歳になったら、まあ、こうこうこうでっていうのを、なんかそのまずそれが書いてあるんですよね。でその後に、あの、花というものは秘するべきだとか、なんかそういうこと書いてあるんですけど、ちょっとそんな詳しくは全部覚えてはないんですけど、でもすごい参考になるものがすごいいっぱいあって、うん、で私好きなんですよね、秘すれば花っていう、秘すれば花っていうその言葉がすごい好きで、そうなんで今回ちょっと時間があった時に読んでいました。なんかでも結局そういう、なんかでもね、多分ビジネスとかにも共通すると思うんですけど、芸だけじゃなくて、うん、そうなんですよ、ビジネスにも共通するんですよ。だってその何歳の時とかにこうであるべきとか、なんかそれって別にその人全般に言えることじゃないですか。そのチヤホヤされる時期があったりとか、
その判断実力が出せるようになる時期とか、ちょっともう身を引いていくっていうか、なんていうのかな、べきタイミングとか、そうやって人生を通した時に基本的に、まあ、大まかにはあると思うんですけど、例外を除いて、それってなんか全ての職業にも共通するんだなと思って、この日すれば花を見てましたね。まあでもやっぱこの本から学んだことは、で今いろんなね情報を開示することっていうか、なんていうのかな、あればあるほどもう消費されていくものになってきたじゃないですか、エンターテインメントって。歌も音楽も曲も、写真もテレビとかの情報もあれたくさんあるからこそ、どんどん人に消費されていくし、みんなもうどんどんこう取り入れていくじゃないか、情報を。かそういう社会だからこそ、なんていうのかな、どんどん発信する提供する世の中にはなってきてはいるけど、でもなんか果たしてそれは正しいの、正しい正しくないというか、なんかだけど、まあ本来のエンタメというか芸っていうものは、その少し比してる部分があるからこそ伝わるものもあるし、花として美しく咲いているようにも見えるし、そのね、やっぱりその私はこの日本らしい、日本カルチャーらしい、そういうね、奥ゆかしきっていうか、奥ゆかしさの持つ味というか、なんかそのそれが好きだったりするので、ね、今はどんどんそうやって情報をやっていかなきゃいけない、いろんなものを出していかなきゃいけない時代だけど、まあそういうことも時代に流されるだけじゃなくて、そういう資するっていう技も必要なんじゃないのかな、逆に思います。どんなこと思いました？ちなみにこれで私がの今日の本の話終わりなんですけど、昨日のトム・クルーズ の, あのトップガンの話に戻るんですけど、あのちょっと軽いエピソードで、トム・クルーズさんって前編の時はほぼ CG でやってたらしいんですよ、確かですよ、私が知ってる情報間違ってるかもしれない。でも後編の今回マーヴェリックの時はもうこのだから25年間の間に飛行機免許を取って、操縦免許を取って、ですごい技術とかも全部得て、でその映画の中には出てきてないんですけど、その映画の宣伝のために多分そのトム・クルーズさんが出てた番組なのかな、それでトム・クルーズがあるそのバラエティの人を後ろに乗せてその飛ぶんですよ本当に。で飛んでひっくり返って、でなんかその曲線のこのこういう操縦とかすごかったですよ。そんなこともできるんですよ、だから実際に運転してるんですよ。豆知識なのか分かんないけど、ということで、じゃあ今日はこれでこんな感じでおしまいにしたいと思います。深夜に失礼しました。もう7月7日ですね、8日がライブなので、あのまだチケットありますのでぜひ来てくださいね。ちょっと全然お力に慣れてなくて、そう上條さんにねあのお誘いいただいたんですけどね、たくさんの方になるべく来ていただきたくてと思ってライブ配信しています。ぜひ来てください。ということで、明日までやるかな、明日までインスタライブはやりますので、引き続き明日も見に来てください。それではありがとうございました。それまた明日も明後日も楽しんでください。おやすみなさい。